皆さんこんにちは。レック専任講師の野畑です。今日は取説的合格スケジュール大公開ということで、これから勉強していく皆さんに対してどんなスケジュール感で勉強していけばいいのかについてお話をしていきます。ただどの時期に勉強を始めるかによって変わってはくるので、大枠この流れに従って、このルールに従って勉強していけばという話をしていきますので、よろしくお願いします。はい、で画面切り替えまして、この画面でお話ししていきますね。取説的合格スケジュールというところですが、まずは、はい、1科目に対して3クール制で考えていただきたいと思います。科目たくさんありますもんね。憲法があったりとか民法があったりとか行政法があったりしますが、首都科目、例えば憲法とか民法とかね、その科目に対して3クール制で考えてほしいという形です。はい、まずある科目、憲法とか民法を初めて勉強しますよ。第一クールです。第一クールは時間はかけないでください。もうとにかくざっくり全体を把握するという形で読み切っていきましょう。赤シートを最初から使って覚えようとしても、まずうまくいかないと思うんで、とにかく最初のところはもうざっくり最後まで読み切ってしまうという形ですね。で、読み切っていく中で、該当箇所の動画があるということであれば、そこの無料動画も視聴していきますと。特に試験に対して重要なものに関して動画作ってますから、重要テーマに関しては早めに理解を深めることができるので、まずは第一クールは2つ目、まず一気にざっくりと読み切っていく、そして該当箇所の動画を視聴してください。これ第一クールです。はい、で次が第二クールですね。第二クールは同じその科目ですねに対して時間をかけてじっくり読んでください。テーマごとにゆっくり読んでください。例えば憲法だったら第2章の人権第2節で人権共有したいってテーマがありますが、そこはテキスト例えば16ページから23ページと、そこに絞って今日勉強しましょうか、ね、特定のテーマに絞って勉強してましょうと。でしかも、過去問チャレンジもテキストに入ってますから、過去問にもしっかり触れていきましょうねっていうところですね。例えば第一クールは時間がなければ過去問チャレンジ無視してもらっても構いません。ただ第二クールはテーマを絞っていくので、そこに関してはじっくり取り組んでもらいます。はい、でテーマごとにじっくり読むということにプラスして、はい、第一クールと同じように、例えばこれ憲法の勉強してるんだったら憲法全体をざっくり読み返してください。はい、テーマごとにじっくりと憲法全体ざっくりですね。ある程度回転数を早めないと理解が深まらないので、全体を何回も繰り返していくってことと、あと細かいところテーマごとに絞って試験対策をしていく、これすごく大切だから、テキストの読み方はじっくり読みとざっくり読みがあります。第2クールは両方やっていきましょう。そして第3クール、第3クールは問題集チャレンジしていきます。基本問題集にチャレンジをして、間違えた箇所についてテキストを見ていきましょう。はい、間違えた箇所についてテキストを見直していきましょうと、はい、いう形です。問題集だったりすると、解説のところにテキストページ書いてますからね、選択肢ごとで自分が誤ったようなテキストを変えることができるので、はい、テキストに変えておくということが必要です。そこで弱点を補強するっていう形ですね。はい、赤シートを使って覚えてもいいですし、あと後回し OK だよってテキストに書いてあるものもこの段階で読んでいただければ OK です。はい、そして第3クールまで終わったら次の科目の第1クールに行きます。はい、憲法第3クールまで終わったら次の科目の第1クール、例えば民法とかね、行政法とかの第1クールに行きますと。はい、まずこの3クール制ですねを意識してください。3クール制意識してください。あとその時のワンポイントなんですが、場所とか時間によって学習内容を変えるのもいいんじゃないかと思っています。例えばこう机でじっくり落ち着いて勉強できるんだったら、テキストをじっくり読んだりとかね、問題解くってことでもいいでしょうし、通勤通学の移動時間20分とかね、
あとちょっとした空き時間でカフェに座ってますとかいう時は、まあ、ざっくり読み返すとかで、あれこれどうだったかなってことがあれば多分付箋貼っとくとか、こう何か残しておいて後でじっくり確認するみたいな形で、じっくり読む場合とざっくり読む場合を場所とか時間で分けるってね形です。まあ、そうやってメリハリをつけていただいた方がいいと思うんですね。はい。じゃあまずは3クール制ですよって話をしまして、その次、これめちゃくちゃ大切で、終わった科目のメンテナンスを忘れずにと。そうなんですね。これ授業でもそうなんですよ。こう僕授業を担当してますけども、授業例えば憲法があって、で次民法を勉強しますね。で民法が終わったぐらいで憲法の話を僕はするんですよね。覚えてますか、2ヶ月前にやった憲法ねっていうと、みんな全然覚えてないですね。先生そんな話をしてませんよっていう、いやテキスト見てみなさいって開けてもらうと、ちゃんと線入ってますね。そう、終わった科目の復習しないと初めましてになっちゃうんですね。それってもったいないじゃないですか。だから皆さんにお願いしたいのは、どんどん科目を切り替えて勉強していくことになりますけども、終わった科目のメンテナンスをしっかりしていただきたいんです。はい、定期的なメンテナンスをして記憶を定着していただければと思います。まあ、参考でこうエビングハウスの忘却曲線といって、こう適当な英単語とかを覚えて、でどれだけ時間経つと忘れていきますかっていうものなんですが、こう一気にこう忘れていきますもんね。まあ、これはもうよく分かんない単語の羅列なので、まあ、理解をしていくっていう法律とは若干違うかもしれませんが、20分後にはもう半分ぐらい忘れてるんですよ。で1日後には 74% なので、そうなるとやはりこうなるべく早い段階でこう見直すと、早い段階で見直すとまた記憶戻っていって、また下がって戻って下がって戻ってという形で、まあ、繰り返すことによって覚えていられる割合が高まりますから、なのでこう定期的にこう終わった科目のメンテナンスはしてほしいというふうに思っております。はい、なのでここまでのまとめなんですが、例えば憲法の勉強から始めました、第1から第3クールです。でそれが終わったら民法の第1第3クールですって、民法をやっている時に憲法の定期的な復習をするですとかね。で今度は民法も第3クールまで終わったら行政法に行きますけども、その時に憲法と民法の定期的な復習するという形です。だから皿回しですね。実は勉強ってどん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 大変になっていくんですよ。最初は1科目集中すればいいんですが、こうどんどん進んでいくと終わった科目も回していかなきゃいけないから、結構大変なんですね。うん、なので、まあ、ちょっとね最初の頃と比べて勉強時間を増やさなきゃいけないんだってことは早めに理解しておくといいと思います。はい、で今言ったのを、まあ、続けていただくんですが、まあ、大体ですね大まかな目標ですけども、まあ、2023年が合格年度ですから、まあ、6、8月頃までに全科目やれてるといいかなと。第1クールから第3クールまでについて全科目で、まあ、6月8月頃までにできていると、直前期に模試受けることができたりとか、自分の苦手箇所に関してじっくり復習できるのでっていう話です。まあ、もちろん勉強を始める時期が遅ければちょっと6月間に合わないとかありますから、そうすると、まあ、9月10月まで時間かかるかもしれません。そうすると直前期の復習が減りますけども、まあ、だからといってそれで合格できないわけではないので、まあ、早めに勉強している方の方が早めに自分の弱点を補強する時間が直前期持てますよって話ね、と思ってください。はい、なので、まあ、今回の動画は、まあ、時期的にはそうですね、収録している時間早いので、まあ、皆さんがどの時期に見ているかによって変わってくると思うんですけど、また別途私のやっているブログとかでね、これぐらいの時期だったらこれやっていきましょうって話をしていくので、ぜひそちらも参考にしてみてください。はい、で、今回の講義は以上ですね。まあ、次回からは具体的なこう憲法ですとか民法の中身に入っていきますので、また一緒に頑張っていきましょう。では本日は以上です。お疲れ様でした。